皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日は紙粘土で磁石付きのオレオのおもちゃを作る方法を紹介します。こちらは前回のビデオで作った紙粘土でできたオレオです。裏側はこのように平らになっています。オレオのクッキーの部分を水色、クリームの部分をオレンジ色の紙粘土で作ってあります。そして今日はこの紙粘土でできたオレオに磁石をつけてマグネットにしてみようと思います。こちらに2種類の磁石を用意しました。小型の磁力が強力なものと冷蔵庫にくっつけてあるような普通のものです。小型の磁石をオレオのおもちゃにくっつけるのに使い、大きい方の磁石は完成したオレオのマグネットがしっかりくっつくかどうか確かめるのに使います。小さい方の磁石はこのように非常に強力です。ではまず小型の強力な磁石を紙粘土でできたオレオの裏に接着剤で貼り付けていきます。接着剤が乾くのを待ちます。接着剤が乾きました。このようにしっかりくっついています。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。